9年続く団体の始まりのお話ということで、まとめました。はい、自己紹介です。まあ、大阪出身で、建築、福井大学の建築学科に関しないのです。建築学科で大学院まで行ってます。学生時代に、ボランチっていうのを立ち上げてフリーペーパーやって、あと、福井のサバエのメガネのサイトっていうのを、まあ、市役所の方と立ち上げて、で、卒業してからリクルートでタウンワークっていう、フリーペーパーの立ち上げとか営業をして、その後金沢不動産っていう金沢の会社なんですけども、そこで働いてました。で、企画とかプロモーションとか広告の仕事をやった後に去年独立しまして、で、まあちょっと大阪に帰りたいなと思って今転職活動してます。はい。で、ボランチっていうサークルの、フリーペーパー事業部みたいな形で僕らの時はやってました。で、今日話すこととしましては、ボランチあれ今も活動してるんで、一応それの紹介と、で、立ち上げ時のことで、まあ、皆さんにメッセージ、まあ、僕みたいなもんが言うのもなんなんですけども、お伝えしたいと思います。フリーペーパー、まあ、ボランチあれの今ということで、今19号がこの間発刊されたっていうことで、まあ、結構長いこと続いて僕もびっくりしてます。で、動画なんですけど、まあ、これ、新入生歓迎かなんかの動画を2年前ぐらいに学生さんが作った動画です。で、なんか、まあ、うまいことできてるなと思ったので使わせてということで、流したいと思います。これ創刊の時の打ち上げです。まあ、こんな感じで、募集をしていると。で、立ち上げ時のこと、まあ、これ写真はあれの創刊の時になんか誰かケーキ用意してくれてなんか感動したのを思い出しました。まあ、2005年3月に、僕就職活動東京とか大阪の方行ってたんですけど、なんかね、福井、まあ、東京の学生ってすごいモチベーション高くて、で、福井にそんな学生いないなと思ったんですよ。で、まあ、なんかせっかく福井ご縁があってなんか行き着いたわけやし、すごいなんか残したいなっていうことで、福井で面白いことしようということで宇野総一郎という男に電話をしました。まあ、僕この男はあんま好きじゃなかったんですけど、なんか当時なんかビジネスしたいみたいなことを言ってたんで電話して、そこから立ち上げました。で、まあ、サッカーが好きということで、決めた名前ボランチ。ボランチっていうのは舵取りっていう意味なんですけど、学生と社会人のつなぎ役としてのポジションを担えたらいいなと。で、あと、まあ、なんか普通のサークル、緩いサークルにしたくないなと思ったんで、ビジネスの要素を入れたかったってことと、なんか当時ベンチャーが流行ってて、堀江さんとか藤田社長とかが出てきた時やったんで、なんか面白い人集まったらいいなっていうことで、学生ベンチャー研究室と、なんかちょっと硬い感じの名前を付けました。で、この時になんか僕ら立ち上げただけで終わるの嫌やし、10年続く組織にしようっていうのを、思いました。まあ、2人で話しました。で、まあ、なんかそれなりにちょっと企業っぽいことを考えて、理念とかそういうのを作りました。で、一番最初にやったことは、まあ、たまたまこのフェイスペイントのなんかそのペイントの塗料を作ってる会社が東京にあるんですけど、まあ、この社長さんと仲良くなって福井でなんかこんな面白いんじゃないっていうことでやりました。で、これ祭りとかいろんなところで、顔にペイントを描くで300円取ってちゃんとお金も稼ぐということをしてました。で、まあ、徐々に仲間も増えた。
で、次に、弁当を自分たちで作って地産地消って今結構流行ってますけど、当時はなかなか少なかったんですね。で、福井さんのなんか畑とか市場とか行って、なんかこういう食材をなんかやったらおもろいんじゃないみたいなことでボランチボックスっていうのを作って、まあ、それも売りました。1個1000円です。で、次に、フリーペーパーなんですけど、立ち上げた1年後ぐらいですね、まあなんか女子2人が、変わった子らがフリーペーパーしたいってことで言ってたんで、まあ、一緒にやろうと、まあ、僕もフリーペーパーずっとしたかったんで、なんかそれの2人にやらせるのはちょっと尺なんで一緒にやろうかと無理やり巻き込んで僕らのサークルに入れてフリーペーパーを始めました。で、6月に、まあ、やろうと決まってから、いきなり8月に出したいとかなんか根拠ないことを言ってきて、まあ、そんな無茶だと僕は言いました。その子が言ったのは、でもやりたいもんと、できるかできないかじゃないと、やるかやらないかですよということを女の子が、僕より3つか4つ下の女の子が言ってきたんで、まあ、分かったと半泣きでやることになりました。で、フリーペーパーをやると言って、集まったのは30人ぐらい、当時、まあ、僕もともとボランチというサークルのメンバープラス、まあ、フリーペーパーやりたいっていう子らが集まって、30人って言ったらもうぐちゃぐちゃになるなと思ったので、誰が何担当かみたいなところを部門めっちゃ分けて、でそこにリーダーをつけて、まあ、コアメンバーみたいなこと、必要やなと思って作りました。で、次活動方針っていうのを共有しました。まあ、これ文章めっちゃちっちゃいんで読めないんですけど、まあ、なんか理念だったりとか、どんなことだったかな、なんか、まあ、こんなことを学生当時よう考えたなっていうのを僕が今見ても、今の仕事よりめっちゃ頑張ってました。ほんまにこれ今でも使えるなっていう内容が結構あって、またなんか機会があったら共有したい。データは全然あげます。こう A4 枚ぐらい。まあ、なんか例えばお金をどう使うかとかもあったし、まあ、お金稼ぐっていうのは軸にしたかったんで、とか、会議はどんな、なんか進め方するとか、多数決じゃなくって全員の同意をもとに進めようとか、そういうことを決めました。で、こんな感じで、創刊できました。5000部ついに創刊やったんですけど、なんと50を発見しまして、5000部もあるぞとこれはほんまに想定外で、どうしようかなと。でもここで出た言葉です。できるかできないかじゃない、やるかやらないかでしょうと。はい、ということで、もうこのなんかね、学生ベンチャーみたいな立ち上げた人のなんか肩書きを間違えたとかそんななんですけど、まあシールをね、みんなでありました。楽しかったですね。はい、で稼いだ分、まあ、僕ら本当にお金稼ぐっていうのを軸にしてたんで、稼いだ分っていうのは打ち上げに回しました。で、大切にしてきたこと、まずサークル、まあ、これみんなこういうところは引っかかるかなと思うんですけど、来るもの拒まず去るもの追わずと。で、緩く、まあ、緩いのが良かったですね、こんな感じで。で、真剣にと。で、仲間と個性を生かす。まあ、なんか、わけわからんですよね。これ、フリーペーパーの多分記事にしたと思うんですけど、フュージョンしたりとか、なんか、こんな写真が出てきました。で、まあ、メガネ特集っていうのが2号目でして、まあ、ほんまにようやったなって感じで、これメガネの、看板サバエにあるんですけど、じゃあこの目がどこを見てるかみたいなことを実際見に行こうと山の上に登って、なんか熊注意みたいな看板があったみたいなことを書いてたんですけど、まあほんまようやったなって感じですね。これは青春おバカ研究室という記事です。
で、これがですね、メガネ業界の中で話題になって、市長が見て、で、サバイメガネファクトリーというサイトを立ち上げました。で、これまあ職人さんのインタビューをしたりとか、これ伊藤聖子とか、まあ結構なんかサブカル的な感じの人たち、池田とか美とか、離れ組の人とか、奥田民生さんもちょっとお会いさせていただいたりとかしました。はい、まあ、ちょっと時間内のメッセージということで、まあもう何回も出てますけど、できるかできないかじゃなく、やるかやらないか、まあ、これほんまでもいい言葉やなと思って、なんかできるできないみたいな考えたら、みんな言い訳探すんですよね。できない言い訳を探すじゃなくて、もうやるかやらないか決めたら、もうやるって決めたらやるだけみたいなところで、進んだのが良かったんじゃないかなと思ってます。で、今できることを本気で、はい、ワクワクすることをとにかくやってみるというのは、まあ、学生さん今しかできないことなんで、やってほしいなと思ってます。ということで、ご清聴ありがとうございました。